どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはいいですよ。今話題の映画劇場版ポケットモンスターココの主題歌、不思議な不思議な生き物。この曲はトータス松本さん、あのウルフルズのトータス松本さんが歌い、作詞作曲は岡崎体育さんということで、今これ歌いたい曲ですね。これはい、この曲やってまいりましょう。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。ただしこの曲ね、3拍子の曲です。ワンブロック3回タン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 、そこだけキーポイントになります。後半はかっこいいバージョンをやるんですけど、そこにさらにこうストロークで柔らかい感じとちょっとかっこいいコードを入れてかっこいいバージョンをやります。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのもいいけどやる方がもっと最高なんです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やったことないですとか楽器なんか触ったことない、私きっと無理ですと思ってるそこのあなたにもあっという間にできるプログラムがありましてですね、それ見てるだけでどんどんできるようになってます。弾き語り、ウクレレ弾いて歌う弾き語りですね。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触っていただけであっという間ですよ。それでは皆さんこちらです。いってらっしゃい、クリック、そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1500曲以上もうアップロードされております。はい、ありとあらゆるジャンルということですけど、アニメソングもたっぷりあります。ここにアニメソングまとめてるの貼っときますけど、まあいろいろやってみてください。他にもいっぱいありますからね。これから音楽は聴くからやるに変えていきましょう。さあ早速やってみましょう。劇場版ポケットモンスター映画ココの主題歌、不思議な不思議な生き物、ガズレレ超シンプル簡単バージョンやってみます。その前にさっきも言ったんですけど、今回ワンブロックに3回弾く3拍子という曲ですからね、ワンツースリーワンツースリーというリズムです。そこだけキーポイントです。それではやってみます。ワンツースリーワンツースリー、生き物ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。歌詞の内容でこのなんかもうキュンときちゃいますね。はい、そしてね、さっきも言ったんですけど、この曲は3拍子ですからね、ワンブロックに 1,2,3 1,2,3 で弾いていく、
このね、感じ。これがね、まだこの曲の特徴でございます。皆さん、大いにやってみてください。そして、この今のガズレレのバージョンなんですけど、今、YouTube で公開されている、バージョンとなっておりますね。かなりショートカットアレンジですね。で、ガズレレのオリジナルアレンジして、後半のかっこいいバージョンでは、サビもう一回繰り返すというアレンジにしてますので、参考にしてやってみてください。さあ、皆さん、そしてね、今のガズレレ YouTube 動画チャンネルと一緒に、合わせられるようになったよという方、次はですね、ご自身だけで、演奏してみるのをお勧めします。その時にはやっぱり楽譜とか最初見ないといけないんで、皆さんに楽譜を用意してもらうのがいいと思うんですけど、まあ書いてもらったりとか、まあ一個いろんな手があるんですけど、いつもガズってこんな感じでノートにそれを今の楽譜書いて、これを見ながら演奏してるんですけど、今このサービス始まっております。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の、不思議な生き物のこの楽譜を含む、今までガズが取りためてきた膨大な数のこのノート楽譜を毎月5曲を選びいただいてダウンロードしてもうすぐ練習できるよという画期的なサービスとなります。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして、はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがめちゃくちゃ盛り上がります。次のガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信は年明け2021年の1月9日になっております。はい、こんな感じで世界中からバーッと同じか同じ場所のオンラインで集まって大セッション、こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してしてます。ラジオ配信毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン、ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りして、いろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね、こういうふうに分かれております。この二つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にね、リンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは、楽譜を見てまいりましょう。はい、これイントロですね。ここ要は、ここ書いてあるけどね、ワンブロック3回弾く3拍子の曲ですよってことで、タンタンタン、タンタンタン、1、2、3、1、2、3、こんな感じ進んでいきますよということですね。今こんな感じでさっと映すので、一時停止してメモっていただくか、あとはね、動画のテロップを一時停止してメモっていただくか、ガズクラブで先ほどのようにゲットしていただくのもいいと思います。はい、そしてこの楽譜の見方なんですけど、これくるっと囲ってるじゃないですか。このくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンではこんな感じで弾きますよということで、要はここ3つ書いてあるってことは、1、2、3でこれ、1個だけコード変わるよって、そんなことですね。はい。で、ここもなんかフレーズが入るよ、1弦の2、3、5とか書いてあります。後で解説しますけど、かっこいいバージョンでやるやつです。ございます。はい、じゃあこうやって映していきます。一時停止で書いてくださいね。はい。ここタタタタって後半のかっこいいバージョンでは盛り上げていきます。そしてここがサビになります。曲としてはすごくシンプルなんですけど、この3拍子でやってると思いのほか早くコードが進むので、そこは要注意ですね。だん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 、こんな感じですね。はい。で、最後のこれからやるかっこいいバージョンではこの最後サビをもう一回繰り返したというガズレレオリジナル、ちょっとだけロングバージョンになってますということです。はい、じゃあコード、出てくるコードを解説。結構コードは山盛りで出てきますね。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、C7、G7、E7、Em7。わ、結構あるなと思うかもしれませんけど、安心してください。この今映ってるコードはめちゃくちゃ、初心者さんの入門コードなんですよ。今、これはね、かっこいいバージョンで出てくるコード。今はちょっとこれ隠します。後で解説します。今映ってるこの9個のコードはですね、入門コードのグループ、こちらです。ドーン！ガズレレ必須コード！このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めたいなと思う人に一番最初に覚えてもらいたい超入門コードのグループなんです。グループということはいくつかあるんですけど、ね、10個あるんですよ。今日その中の9個なんで、もう覚えちゃいましょう。必須って書いてあるでしょ。だからこれ必ず覚えた方がいい。でもね、1個ずつ見たらコードは簡単ですよ。初心者コードだから。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったらちょっとコツがいるんで頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。で、この動画見たらもうすぐ覚えられます。必見でございます。はい、やってまいりましょう。で、ここからかっこいいバージョンの解説にどんどん入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングでガズがお伝えしたいのはですね、ここでやっぱ歌です。今のシンプル簡単バージョンの今3拍子の曲でしょ。これ3拍子でタン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 と言葉のリズムがしっかりこうガチッと組み合わさってのを確認してください。歌を要はしっかり把握してからかっこいいバージョンに行ってくださいということです。例えば、
小さくて泣き虫でやかましくて、この点がちゃんとはっきりわかる、この拍をしっかりとって歌ってみるっていうのが肝心になります。なぜかというと後半のかっこいいバージョンではストロークっていう弾き方が混ざってくるんで、リズムがね、あのやっぱ安定させるとき歌も安定して、こうリズムをこうなかなか一緒にやるのが難しいんで、まずは歌優先で覚えちゃうのがいいと思います。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入ってまいります。はい、かっこいいバージョンでは1個ちょっとおしゃれかっこいいコードを追加します。このコードになります。 Gm7 というか、これよちょこちょこ出てくる、ガズレレでは出てくるコードですけど、押さえる場所、ここと、ここの3箇所。おすすめの押さえ方としては、この人差し指でこう、キュッとこう2つ、押さえちゃって、ここ、このぐらい反り返るのがポイントですよ。それで、ジョインと立てる。そして、この響きですね。これがね、いい感じなんですよ。はい。そして、この中にはですね、この指がこういう風に反らないよという方がいらっしゃいます。そういう方はもう、こういう風に押さえたり、こういう風にちょっと工夫してみてください。なんとかこれ抑えられるといいかなと思います。はい。Gm7 加えてやってみます。そして、さっきもちょっと紹介したんですけど、ワンブロックにコードが1、2、3って3つ入るっていうところも結構出てくるんで、そうすると案外ね、コード忙しく早くなっちゃうんで、ちょっともう一回後でも確認しましょう。はい。そしたらね、今日この弾き方なんですけど、かっこいいバージョンの弾き方はもうこれシンプルにドン。3拍子のストロークです。これをですね、カタカナで書くとこうなります。ドン。ジャンジャカジャン、ジャンジャカジャン。これの繰り返しですね。C を押さえてやってみると、ジャンジャカジャン、ジャンジャカジャン、1、2、3、1、2、3。さっきのシンプル簡単バージョンは、ジャンジャンジャン、ジャンジャンジャンだったのに関して、今度は、ジャンジャカジャン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 。こんな感じで滑らかにいくのがいいと思います。まあ、手首柔らかく、こう指とか使って、こんな風に、もう、この体がこういうノリがいいと思います。この曲のイメージにこの3拍子のリズムがまあぴったり合います。はい、体も揺らしながらね、これ、ちょっとやってみてください。特にこのね、特化したレッスン動画みたいなのはないんですけど、これ僕のね、ちょっと今 C で練習してみましょう。ゆっくり。ワン、ツー、スリー、せーの。はい。じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん。こんな感じで練習するのがいいと思いますね。シンプルです。じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃかじゃん、1、2、3、1、2、3。はい、これで淡々と今日はやってみようと思います。そしてさっきもね言ったんですけど、ワンブロックに3つコード書いてあるところがこう畳みかけるように入ってくるところが B メロでちょっとありますね。そこの感じをちょっとやってみましょう。ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー。親子ってなんだ、育てるってなんだ、わからない負けたな。忙しいでしょ。 FFG7CCG7、 こんな感じのところが続くとですね、わらわらってもうね、結構わなわなするかもしれないですけど、落ち着いてみたら簡単です。最後の1回だけコード変わるだけだと覚えておけばいいんですよ。もう1回、親子ってなんだ育てる、 G7CCG7。 はい、こんな感じ。最後の1回だけ G7 に変えるんだぞと覚えておくと気が楽になるかな。この楽譜っていうか、このテロップ見てるとわーってなるかもしれないですけど、はい、そういうふうにシンプルに考えるのが結構コツだと思います。そして一箇所ですね、 A メロの中で、ちょっとフレーズを入れたいと思います。ちょっとやってみましょう。 1, 2, 3, 1, 2, 3。 小さくて泣き虫でやかましくて、不思議な。次ですよ、次ですよ、もの。たまに出てくるんですね。G7 を押さえたまんま、1弦の2、もう G7 を押さえてる時点で1弦2フレット押さえてるから、2、3、5と上がっていく。これがね、結構タンタンタンと上がっていくんですけど、ちょっと見てもらうと、G7 押さえるでしょ。で、3フレット押さえるときに、この薬指を外す。で、3フレット小指、例えばね。これで5フレット、こういう風に行くんですけど、この薬指を外さないと、これがブロックかかっちゃってこっちに行けないんで、2フレット押さえた後、3フレット行くと小指で押さえたら、これ離しちゃってください。そして、見た？こういう風に回していくわけ、手首を。2、3、4。はい。回転させるのがキーポイントになります。そうしないと、この角度では小指届かないんですよ、5フレットまで。なんで、こうやってだんだん回転していく感じ。G7 押さえたまま、2フレットはそのまま押さえて、3フレットの時には、この薬指を外して小指で3フレットも押さえちゃう。で、その次に5フレット行くときにはもう、ここで届かせようと思って届かないんで、ぐるっと回して届かせる。
これがキーポイントです。このフレーズ入れていきましょう。はい、全体的にはやっぱり、ゆっくり柔らかく、これ最後の歌詞にね、俺は君の父ちゃんだ、要は家族というかね、この絆みたいなところがあると思うんで、このね、ゆったりほっこりするような三拍子のリズムで奏でるのがいいかなと思います。はい。あと映画をご覧になった方はね、もちろんその映画の世界観と一緒にこの歌、心込めて歌う。最高だと思います。それでは行ってみましょう。不思議な不思議な生き物ガゼレレリューかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー。この三拍子のドン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 、柔らかい緩い感じ、ソフトでこう柔らかい優しく包むみたいなイメージでできると最高だと思うんですけど、その中でもね、今やってみてどうです？思ったより早く感じませんか？聴いてるよりやる方が早く感じる曲だと思いますね。ゆったり気分で行ってまいりましょう。さあ皆さん、この音楽を自分で奏でるこの最高な感じ、このね、周りの方にもぜひシェアしてください。その時に今ご覧くださってるガゼレリ YouTube チャンネルにいいねとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。お知らせなんですけど、はい、こちらです。これガズの初めてウクレレということで、昨年の12月にリリースしたウクレレなんですけど、これはね、最初の一本の初めての一本にもうふさわしいし、これウクレレあなたも初めてよ、これ楽しいよというプレゼントにも最適というリーズナブルで、音もお求めやすくて、かつ音も良くて弾きやすいというガズがプロデュースしている、この初めてウクレレか、あとこっちのいつもこれを使ってます、ガズのわがままウクレレ、はい、この辺のことぜひこちらの方でチェックしておいてください。ここにリンク貼っておきますけど、ウクレレの情報はこちらのリンク先もチェックお願いします。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ、ガズレレ大学は本当ちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいな、このね、
このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。